しました。さあ先行、おっと1頭落馬、17番シルバーソニックは落馬しています。スタート直後波乱のスタートになりました。さあ先行争いです。やはり行きます16番のタイトルホルダーが先手を奪いました。早くも1馬身とリードを取って2番手の位置ですが、8番のクレッシェンドラブ、内差がなく7番のデーオーロイヤル、その後方からディープボンドは4番手、あとは内1番アイアンバローズ控えています。外から押して15番のタガノディアマンテスーッと上がっていきました。あとは6番のメロディーレーンが続いております。その後方から2番のハーツイストワールです。そしてその後方にはゼッケン9番をつけましたヒートオンビート、下がりましては11番のマイネルファンロン、その後は13番のロバートソンキーが続いています。かなり縦長、その3馬身後方マカオンドールに14番バルコス、下がりましては6件4番ユーキャンスマイル早えっこ、その後方からは3番のディバインフォースに10番の当選カンビーナという体制です。各馬が正面スタンド前向かって、さあこれから外回りの第4コーナーをカーブしてまいります。正面スタンド前にと出てまいります。さあ後続を引き離して逃げています。16番タイトルホルダー 1000m は1分0秒台で通過しています。タイトルホルダーが先頭、5馬身6馬身のリード、2番手の位置6番のクレッシェンドラブがつけています。3番手の位置タガノディアマンテ、そしてテオーロイヤル、その後にディープボンド、あとはゼッケン1番アイアンバローズ、そのうちにはハーツイストワールが追走、その外にはメロディーレーン、この辺りは中断、下がりましては9番のヒートオンビートが行っています。11番のマイネルファンロン、外からは14番のバルコスにロバートソンキー、直後ですが5番のマカオンドールが続いております。その後方から4番ユーキャンスマイル早やっこ、そして2馬身後方ですがディバインフォースが後方から2投目、1番後ろから運ぶ10番の当選カンビーナ。さあ各馬が向こう上面へと入ります。今度は内回りの3コーナー目指していって16番のタイトルホルダーのペース、逃げてリードは1馬身となってまいりました。そして2番手の位置ですが8番のクレッシェンドラブが接近、3番手の位置ですがタガノディアマンテ、そしてその後テオーロイヤル、そしてディープボンド、あとは下がりました2番のハーツイストワール、アイアンバローズ固まって、この辺りは中断、その後にメロディーレーンです。その後にはバルコスがいて、そしてマイネルファンロン、間をつくようにはヒートオンビートが続いております。その後方からはロバートソンキー、外からマカオンドール、内からゼッケン4番ユーキャンスマイル、その外には12番の早やっこがつけています。そしてその後後方から2投目、3番ディバインフォース、3コーナーカーブしていきます。最後方からさあ2番のハーツイストワールが現在ゼッケン10番をつけました当選カンビーナがレースを運んでいます。各馬がこれから 3,4 コーナーの中間地点へとかかります。さあ16番のタイトルホルダーが先頭です。そして2番手ですが外からじわっとテオーロイヤルが接近してまいりました。そしてディープボンドが3番手、さあ人気各馬が前を形成、その後方からはハーツイストワール、そしてアイアンバローズ、白い帽子の2頭が続いております。マカオンド、さあ各馬がこれから第4コーナーカーブから直線に向かって、先頭はタイトルホルダー、タイトルホルダー、そして2番手の位置ですがテオーロイヤル、3番手ディープボンド、そしてその後ですが1番のアイアンバローズです。さあ突き放しているゼッケン16番のタイトルホルダー先頭だ、タイトルホルダー先頭だ、2番手の位置テオーロイヤル、3番手から2番手に接近するディープボンド、しかし先頭は16番のタイトルホルダー突き放しているタイトルホルダー合輪、2番手ディープボンド、その後テオーロイヤル、勝ったのは16番タイトルホルダー、メンバー中唯一の G1 ホース。